その前に立ち寄っております。ここはどこですか？ここはどこですか？ここはですね、あのセブ島のリロアン市というところにいます。人口が6万人ぐらいなところなんですね、はい、東京ドームが2つ分入る敷地の中に、はい、あの日本人の街をちょっと作ろうという計画があるんですよ、はい、でそこにあの実はゴルフ場を作っていて、はいはい、その利用権をあのご案内もさせていただいてます。そんなところに今回私たち呼んでいただいた、はい、ということですかね、はいはい、今ですね、いるところがちょうどここなんですよ、はい、でここに、今ショッピングモールがあって、これ学校ですね、うんうん、2009年から開校しているんですよ。で幼稚園から、はい、小、幼稚園から高校生まで、でここに大型のショッピングモールができます。へえ、すごい。まだこれからですね、はい、そこからこれから上がっていって、まずゴルフ場に行くんですけど、その前にここが日本人の街で、東京ドーム2つ分なんですよ。でここに14階建てのコンドミニアムを5個建てて、2階建てのビラを全部で21個周りに、でここにエステとかスパとかマッサージとか、あと、まあ、語学留学も含めて、そういったところをほとんど入れていくっていうイメージになってですね、フィリピン人を最終的にここで雇用をして、日本語が話せて、で何のこうノンストレスでこちらに移住もできるような形ですね。そういう計画ですが、まあ、基本的には15年とか20年構想になってますね、はい、町自体が2024年に完成するっていう、そういったプロジェクトなんですね。快適に、はい、日本じゃなくてここでも過ごせますよっていう場所になるってことですかね、はい、例えば10万とか20万のこう年金でもワンランクでのメイド付きで過ごすことができると。でしかもその時期は花粉症もないですし、冬もないです。冬もないってことはやっぱり寒さで病気になったりとか、あの死因になるケースがあるんで、それが全くないですね。もう売り出し中なんですか？もう販売もさせていただいてますし、はい、あの分譲と、はい、投資物件もありますので、はい、今のうちですよね。本当にもうちょっとしたらもうどん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 埋まってきちゃったら、または上がってきちゃうみたいな。実はそうなんですよ、ことですよね。ここは2階建て、そうですね、フライング3部屋あります。でバスタブがこのタイプがついてますね。おー、暗い、うーん、いいですね、うん、隣もそうなんですか？そうです、隣もそうですね。はい、リロアンゴルフに、はい、到着しました。到着しました。すごいです、まだ9ホール、10ホール、10ホール、 10ホールでしたね、10ホールしかできていないゴルフ場なんですけども、アウトの5番ホール以外がアウトは全部回れて8ホール、はい、で、後半の10と18で10ホールです。今日ちょっといろいろ紹介をしていただきたいと思います。ボンさん、よろしくお願いします。ちょっとできてない、もうね、最初入り口から私たち見ちゃったんですけど、できてないところを本当見てもらいたいので、ちょっと行ってみてもいいですか？あっちはもうできてる。こっちはもう1番、2番、3番、4番、5番、6番、で、後半は全部2本です。でも出来上がってるところもまだ結構崖っぽいです。この山の後ろに11と12番ホール、で、13番から17番があの山の上なんです。あの山の上がずっとまっすぐなので、登っていく感じですね。登ってきます。あとで山の上まで行けるので、はい、ついてきます。楽しみ、楽しみです。万葉のハウスがここに立つ。今あるクラブハウスはあれです、あの4つの建物、かわいいですね。じゃあ行ってみましょう。この辺、うん、もう出だすから見てください、この打ち上げ。なんじゃこりゃ。伝わるかな。そしてワンちゃんが一緒にラウンドしてくれます。今日のゲストです。はい、あとリサちゃん、今日私は、はい、ニュードライバー、なんとジクラブ、すごい、ヘッドのレアス、初めて見ました。ちょっとね、レディースのヘッドですね、 11.5 度にシャフトをですね、これクレイジー、あ、TRPX じゃん、はい、私と一緒。あ、一緒。そう、私もともとここのシャフトメーカーさんであのフィッターやってたんで、それのリサちゃんはちょっと硬いバージョンなんだね。硬いバージョン、私はちょっとこれはね、緩め、私の一個前に出たやつかな。なるほどね、はい、まさかまさかの一緒でした。あのもうその動画流れてますよね、フィッティングの様子が流れてると思うので、実際に今日はここで
打ってみたいと思います。はい、お願いします。完璧だね。うまいな。あんな飛ぶんだ。わかんないけどなんかうまくいった。お願いします。お願いします。確かになんかどこ向いたらいいかわかんないね。よーし。刺さった。ちょっと手打ちみたいになっちゃったね。ちょっともう3オンでもいいかなって。結構土土しい感じです。90ヤードぐらいですね、距離は。あと打ち上げ。うん、うまいね。うまいな。アドン、フェースが合ってんの？なんか分かる分かる。入るか入らないかみたいなさ、ちょっと心配になるよね。ガーンって行きたくなる、うん。オーバーしてワンペナになってしまいました。難しいよ。グリーンはもう何とも言えない。目標はパープレーです。こんなとこで。これは外れ。いや、帰る。大丈夫です。いいところ。ちゃんのボール、これがあるんだよね。そう、くれた。あ、トップ。あ、オッケー。ナイスオン、マン。すごい技。うまい。さすが。おお。ナイスパ。イエーイ。暑いです、すごい。なんかカラッとしてんのかな、なんだろうね。景色がすごくいいですね。自然っていうか崖、自然崖岩みたいな感じ。そんな感じですよ。ね、乗った。いやー、こいっちゃう。止まれ。
ここさ仕上がったらやばくない？弱いか。おお、ナイス。届け。弱いから。弱いからと。でもこれ。マギ。強気で曲げる。入って。ナイスポジ。めっちゃ傷ついた。あ、すいきなの。立ってます。そっから。わあ、短い。止まんないと。止まれ止まれ。やばいやばいやばい。いっちゃういっちゃういっちゃう。入れ。入れ。戻ってくる。戻ってくる。ここから戻ってくるね。そう。はい。晴れた今。怖い。お前がすごくて酔いそう。真ん中あたりでハザードあたりです。どうですか？失いました。そう。痛くなっちゃった？岩？岩に当たったら戻ってくるかななんて思って。ワンペナルティー？なんだろう、あそこ。I'm sorry. バンカー。これどう？
うか分かんないよ。スナパター、ナイスパター、ナイスサンドパター右縁、うん、まっすぐまっすぐポチッと、オッケー、なにこの、あー、牛さん、おー、あのちっちゃいのいい、